はいひと月満札清水です本日はですねまあ文春訪問炸裂しまして石破首相がなんでこんなに批判されなきゃダメなんだふざけんじゃねーボケーというふうに切れているという石破内閣の支持率が読売新聞や共同通信で出ました、えー、とてつもない下落でございますもうこんなに設立していきなり選挙に負けてもうが解寸前っていうのはですね なななかなか見ない選挙でで、したねで。早速ですねちょっと世論調査の結果見ていきたいなと思うんですけど、えー、自民党におもねるね自民党を高く移す、えー、この読売新聞の世論調査ですら石破内閣の支持率が34という形になりました。で、この34%っていうのはですね前回から比べてこの17%いきなり減ってるんですよね。 で内閣不支持率が51%になって、まあ、さらに高くなってしまっているこういう状況でございますでさらに自民党の政党支持率は25%にこう下落とこういう状況になっておりますので、うん、もうとてつもない下落でもう新聞各紙はですね石破退陣せよと民主主義でね、えー、民意がこれなんだから、えー、さっさと退陣しろというふうにいろいろ出ているわけなんですよね。で こういう状況の中でまあ国会がね、えー、始まっていくわけなんですけども、えー、一体石破茂げるだなっちゃうのかなっていうのも含めて本日はですね、えー、メディアの専門家でもある本間龍さんと話をしていきたいなと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー負けた負けたもう自民党負けまくりという状況なんですよね今 でえー、結局議席が215事項を合わせてね215なんで、えー、衆議院は465議席ございますから233議席ないと、まあうん、過半数超えないんですよ。で過半数超えないと何が問題かっていうとですね例えば消費税15%に増税や防衛費2倍やとかっていう法案をですねこう通そうというふうに思っても国会で 過半数取れてたら自民党と公明党が全部賛成、賛成、賛成っていう風に言ってたらまたなんか野党がやじ言ってるぞーとかっていう風に言ってで、それであの通っちゃうわけですよ。でも今回は与党が少数与党過半数取れてない与党のことを少数与党って言うんですけどもまあこういう状況になるとですね 結局、例えば、えー、と維新とか国民民主とか共産党とかれいわ新選組は消費税減税を掲げてますよね。で、それで消費税増税やーとかっていう案を通そうとしたらですね、当然反対に合うわけなんですよ。だから通らない。なので、一回一回、この揉める。で、揉めると国会が騒がしくなる。で、おそらくアホな自民党議員がまた、 あのこの愚か者目がみたいな丸川落ちましたけどもああいうバカなヤジとか飛ばすやつとかが出てきてまた再生回数のネタに困らない、まあ、そういう意味ではえ非常に混乱の政局という意味ではですね、えー、まあ一き万冊再生回数的にはいいんですけど国の運営っていうのを考えるとですねまあ結構揉めていく状況にはなっていくんですよね。ただまあいいいいんんでですよそんな過半数でねババババン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 通されててくっていうのが あの自然な状態ではなかったわけですからきちんと議論をするなんですけど自民党にとっては非常に厳しい状況こんな感じですよね本間さん今そうね、うん、あのー、ねここだから安倍政権12年間の中で、うんうん、まあ国民の中には何をやっても変わらないんだと、うん、選挙に行っても変わらないし、うんえー、とにかく何をやっても どうせ変わらないじゃないかって諦めムードが漂ってたじゃん。うんうん、だけどそれがやっぱりこういう政治状況になると、うん、もしかしたら何かが起きるかもしれないって。ね。やっぱりみんな考えるようになる。うん、期待するように。うん、で、もうまあ、あのー、俺はさ、玉木なんか全く信用していないけれどもし玉木がその言っ その若い人の所得を増やすための政策っていうのが一、うん、つでも実現するとさ、うん、そうするとやっぱりそれを見た若い人が「あ一1票を入れたら変われるかもしれない」って思って選挙に参加するようになるかもしれないっていうねだから、あのー、今回の選挙っていうのはまあ ね、俺なんかずっとこの番組で言ってたのはもうとにかく腐れ貴族どもを一掃する選挙なんだと、うん、その経済政策とかなんとかっていうのはもちろん重要だけどとりあえず後回しにして、うん、腐れ貴族どもを落とすのはまず先決すよって言ってて、うん、まあ一応結果的にはそうなってるでもあの何、ー、て言うのうんもちろん経済政策とか大事だし、うん、で やっぱりワンイ州、腐れ貴族一層のワンイ州ではなくて、えー、やっぱりちゃんと経済もやってもらわないとって思った若い人たちの票が国民民主に集まった、で、国民民主は大躍進したっていう、そういう一つの結果が出ていて、うん、で、まあまあ、それは大変いいことだったなと思うんだよね、やっぱりね。でもしかすると ん彼らが言っている1 0万円の壁の突破とか、うん、石油、ガソリン、ごめんなさい、ガソリンの、あのーえー、とトリガー条項の撤廃とか、うんあ、ごめん、発動とかっていうことになるかもしれない、うん、もちろんならないかもしれないが、ただまあ、結局、国会的には、えちょっと待って、ちょっと待って、ね、真面目に話されているところ、申し訳ないんですが、ちょっと,、えー、と、なんか変な、変な音が聞こえるぞ、なんだ、なんか変な音が聞こえた。 聞こえた、うん、なんかあのなんかテレビとかラジオつけてませんか全くつけてない、あのね、の空調かな空調じゃなくて、うん、空気清浄機かあ,あ,あるいはあのー、国民民主を倒せ老人を上山,上山へっていう高齢者の怨念あるいは若者から搾取するんだっていう若者なんか怨念でも聞こえたのか <laughs> まあそういう人もいるから。うん だからあのやっぱりね、あの一個一個政策がね変わっていく実感があれば、選挙にまた行こうっていう気になりますから、そうすると、ますます腐れ貴族が落ちていく可能性は強いですよね、うん、でもあれだよね、石破のこの支持率がまた政権の支持率がまた下がったっていうのは、うん、腐れ貴族、一掃できなかったからね。うん やっぱりああいう連中が残るじゃん。な、萩生田とかな。萩生田と。うん、やっぱそれをさ、市民さんが言った通りさ、うん、ああいうクズが火種として残るそう <laughs> そう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 、ちょうどいいんですよ、実は。萩生田残って嫌でしょ嫌 <laughs> なんだけど、萩生田とか世耕とか、非公認にした西村光年とか、全部もういい、構わない、構わないって言って戻しちゃったら、ああ、自民党支持率アップ、石原内閣、さすがってなりますか <laughs> らなでしかも <laughs> 全部戻しても過半数取れるんだったら知らねえよパーってできるけどそれもできない、うん、萩生田西村とか全部戻してもこれね過半数取れないからもうただの左になっちゃったっていう <laughs> いいこと,ですよ、ね、こということおうだけどまあほら公認して1618人だけ通っちゃったじゃん、うん、一応裏金議員さん, <laughs> うん、うん まあ正確には46人出ていて28人落ちて18人がえとってて、ね、かつ全部別に自民党議員じゃないんですよねそれがだからだいぶ減ったんですよもちろん減ったまあ結局ね28人減ったからさ、うん、結局もう高市なんか自分の推薦人すらいなくなっちゃったわけで。うん えー、選挙が終わったら、高市が立ち上がるとかバカがいっぱいいた,いたけど、うん、立ち上がるも何も推薦人ももういなくなってるから、立ち上がることもできないっていうね、うんうん、まあ結局さ、石破の狙いってそれだったわけよ、今回まああの正確にね、ど,<う>どれぐらい減ったのかっていうのを、派閥ごとにちょっと見てみるとですね。 えー、この旧安倍派これ高市さなえさんを支えていた派閥なんですけども、えー、これが50人から22人で<や>も<う>これすごいよねもう安倍派大転落で麻生派が31人で茂木派が27人、えー、岸田派が26人旧二階派が22人、えー、旧森山派はまあ減らずに7人とで、まあ、二階派はですねあのー、親分の 親分が引退してかつ息子までこういなくなっちゃったんでもうね <laughs> もう自然消滅で然自然消滅空中分解だよねあの。このね二階派ってどういう派閥なのかというとう何でもありの二階派とこう呼ばれていてもうなんかねあの犯罪を犯したやつでもとりあえず派閥にやる派閥にやるみたいなかもそういうところなのでまあこれがなんかまあ薄く分散していくんでしょうね。 うん、でそうするともうこの図式で見ると旧安倍派まあ要するに高市早苗さんが大きい顔をできていたのはこの安倍派が多かったわけですよ裏金をね、うん、認めてくれているだって第一派閥だったわけだあれね人数的に言うとねでまああとは麻生派とくっついてまあ揉めるかどうかっていうことですけどだいやもう半分以下になっちゃったわけだも、ねうんね これはきついよね。で次の,あの参院選が来年ね2025年にありますけども今からビクビクしてるよもうしてるよねうん私も落ちるのかなってもうさ丸川、うん、とかがどんな目にあったかっていうのを見てたからさいやもう本当に嫌だろうねうん 橋本聖子とあと何だっけ参議院の連中みんなさ,んさんん山谷山谷かあ山谷とか, <laughs> 山,谷とか山谷なんかもう出ないんじゃないの <laughs> もうねもうちょっと年なんでやめますみたいな感じでさいやーでもねあの丸川珠江落ちて次橋本聖子も落ちたら一月つき万冊に一番かみつかれていた五輪担当大臣ほとんど落ちていくっていう桜田義孝も落ちたからな <laughs> ちょっとあの 先ほどそもそも出てねえからもうだから逃げ,逃げたでしょ <laughs> 引退したからね。でも今から参院選が楽しみだし,しょうがないんですけど <laughs> まあやっぱ次の参院選までに萩生田とか西村光年とかとか世耕とか党員資格停止とか役職停止処分とかって非公認にした人たちは <laughs> まあいいやいいや戻っておいてだってしたらもっと減っちゃうわけですよ。そう結局はね、うん、やっぱり何も変わってねえじゃねえかって言われるわけで、ね。うん だってあのこの、いろんな世論調査を見ているとです、ね、結局、えー、じゃあ戻していいのかどうか例えば、共同通信の世論調査で見るとです、ねえー、当選した議員、裏金事件に関与し当選した議員を要職に起用することは賛成16.3%反対、えー、79.2%ですから。<laughs> それは養殖には起用できないわないくらなっでもあどうも幹事長の萩生田です <laughs> あの農水省とさ法務大臣が相手からさあっどうもどうも農林水産大臣のあの萩生田です <laughs> ちょっといくらなんでも <laughs> えっといくらなんでもそれはさ、うん まあちょっとですぐにはできないよね、うん、すぐにはさ、うん、できない <laughs> まさにサプライズ人事じゃ <laughs> サプライズ人事内閣改造サプライズ人事 <laughs> 第二次石破内閣世耕法務大臣まあるあ世耕萩生田大臣でもいいですああ<ー>萩生田大臣でもいいけど法務大臣ねでもギャグなのかって感じになっちゃうからまあちょっとさすがにさ、うん 戻って1年か2年ぐらいはちょっと想定をしておかないと、うんうん、まさにカチュ中の栗状態なわけですよ、ね、カチュ中の栗に失礼ですよカチュ中の栗は一生懸命拾ったら美味しいじゃないですかでも暑いよ暑くてやけどするけど美味しいカチュ中の栗毒まんじゅうは食ったらまずいしかし死ぬ <laughs> 体壊す カチュウの国に失礼だと思います、本間さん。うん、そうだね。うん、<laughs> まあさあ、世耕はやっぱりさ、あの自民党の候補者と戦ったわけでさ、うん、まあこれは戻れちゃい、ねうん、これはすちょっとすぐにいい音はさすがに言えないと思う。うんうん、まあ、それは無理だって言ってたからね。うん。で、えっと、そうなるとどうするかっていうと、まあ、でも西村とかさ、うん あのー、あいつは、うんと、萩生田は、まあ一応無所属ではあるが、うんえー、自民党の、あのー、候補者とは戦ってはいない。うん、まあっていうか逆なんだけどね、自民党が資格を立てなかったわけで、うん、わざわざ、ね。うん、うん。まあだから一応、最後の退路は残しておいてあげたんだが、成功、うん、はそうじゃないからさ。うん いや、世耕って何どうしねあんだけなんか私は経験があるからって言って、うん、私のき豊富な経験が二階の,のバカ息子よりもあるからみたいに言って通って<う>でも自民党でに戻れないとなるとやっぱりどっかに行かなきゃいけないじゃないまあしばらく無所属でしょうねだろうね、うん、とこれでも,でも、ええ この状態でまあもう混乱の様相を呈している自民党に戻っても自民党だって迷惑だし世耕にとってもマイナスで下手するとなんか衆議院って解散できるじゃないですか。だから<え>あのもしかしたらまたすぐ選挙あるかもしんないよ。 まあそうよ、うん、昔はね昔,は昔って昔っ,つったってもう4 5 0年ぐらい前になっちゃうけど、うん、もう1年に2回も3回もやってたことあったからねやっぱね。でまあ安倍内閣の次安倍内閣の時がやっぱ長かったしで次の菅さんも短いとはいえ1年続いたしで岸田さんもなんだかんだ3年ぐらい続いたじゃないですか。うん、だかかからそんんなななももと思ってるかもしんないけど うん、もう一年にり選挙あるかもしんない衆議院は関係ないかもね、うん、別にあの首相時の首相が解散だって言えば解散しちゃうんで、うん、だからもちろん何が起きるかわからないで一番さ世耕が今一瞬夢を見ているのは国民民主とか入っちゃおうかなとか言って<対>それで国民民主でね玉木がさなんかどっかうま,いまた権力に駆られて転んで 入っちゃうわけよ政権党にまああのそれは国民民主の会で喋らないと今日のネタが持ちませんよ本数減らしてから国民民主の話するんだった国民民主に特化してえっと一本取る言うてたやんあ言ってたねじゃあもう今から玉木の話にするえいやいいよ玉木の話はまた俺他にも持ってるから別でいいまあな ちゃってで自民党の支持率も下がってるので,で多分この地方の選挙がいろいろあるじゃないですかここでまた自民党の、うん、例えば市長が落ちるとかそういうこと起きるでしょうねそうねどうなんだろうねそっちまで波及するのかどうかあの維新の場合はさ、うん、明確に波及していくじゃない要するに あれがバカだからっっててうんで上がバカだからっつって下にも波及する、うん、だ自民今回これで一つ一つの選挙にまで波及するようになったらこれ自民の体調はもう決まりだよねねそうですね例えばえー、っとこれ選挙 .com に載っている今週の選挙、うん、え愛媛県の,あの上島町長選挙とかまあ結構あるんですよねあと島根県の、えー、これなんて読うんや渋村 千武村長選挙とか大分県の、えー、と姫島村長選挙とかなんかこういうのがちょいちょいあるわけですよで来週になるとこんだけぶわーありますからねも<う>でういこの流れのところで「よーし自民党に入れよ!」ってなるかうーんまあ、ただなまあ一つ一つの地方の場合さ、うん、まあそこでまた裏金っぽいのがいたりとかさ、うん そういうのがいたりするとすぐ、あの、懲罰っていうことになるけれど、うん、そうでもないと割と是々非品になるんじゃないかなっていう気が。まだ。まだね。まだね。な、うん、ったら、いや、どん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 ドミノでひっくり返りは面白いけど。うん、<laughs> うん。ちょっとどうどうなんだろうって。それで、あれだったよね。今のこの、読み寄りだったっけはい。の、あのー、調査で面白いなと思ったのは、 内閣の支持率はめちゃめちゃ低いんだけれどもえー、とそれね、共同通信のほう、石破はやめないでほしいあ共同通。そうそうそう、そう,そうこの内閣支持率、石破がやめる必要ないっていうのは高いんだよね石破内閣支持率34%、前回から急落が読売新聞で、石破内閣の支持セ32%に下落、うん、自公政権継続望まずが、えー、この共同通信のニュースで。うん まあその中にですね、まあ、いろんな質問があるんですけども石破首相は辞任するべきかどうかっていうのがあ,のあるんですが辞任するべきだは28.6%で、うん、辞任は不要が65.7%と、うん。これはおもしろいよなと思った。ね、うん。ねうん、内閣はすごく不人気なのに。うん 本人は辞めなくていいってこういう結果ってあんまり俺見たことがないそうねだから石破さんあんたもうちょっと頑張ってよっていう期待がまだ残ってるんじゃないのあれだけまだだから、うん、あの野郎変説感名嘘つきめってまでは、うん、楽,楽園を押されてギリギリ楽園押されてない今からもうちょっと頑張ってよってうん安倍派もいっぱい落ちたやんってうよね、うん っていうなんかあるよねこの数字には。俺お前一番多分ねこの,の <laughs> 今同通信のこれ今額に飾ったと思うよ。<laughs> <laughs> 国民の期待はまだ私にあるっそうなのよ。うん、だから自民党の内閣に対する支持率は落ちたと。うん このまままた自民党がずっと勝ち続けるというのは嫌なんだけど、うん、じゃあ石破が辞めるべきかっていうと、まあ別にいいんじゃないの石破でもっていうのはまだ残っているっていう、これすごく面白いあの数字だなと思ってさ。ね。まあやっぱり、あのー、ね、えっと、とにかくやっぱり今回の選挙は、裏金議員を落とすためだった落と、落とすための選挙だったわけで、うんうん でそれはやっぱ多くの国民がそう感じてたってことだと思うんだよね、やっぱね。うんうん、で、そういうクズどもがある程度、一層はできなかったけど、うんうん、ある程度はいなくなった、うんうん、でこれで、えー、要するに、そういうやつらからのチャチャが入らない状況で、いろいろ政策をやってくれるんじゃないかっていう、うん、まだ期待感がある。うんうんうん もちろんちゃんとしたことができるかどうか、もちろんわからないが。うん、ね、石破なんてさ、なんかこう、いきなりなんか大転換しますとかって、経済政策だよ。っていうん、ふうなことは別に言ってないわけで。うん、まあ、あのー、ここの、今のこの石破が辞めなくてもいいんじゃないのっていう数字がある限り、うん、っていうか石破も多分、最初からそのつもりだったと思うし、うん。うんうん あのー、今回の選挙で落ちまくったのは、あの、うん、元々そこの悪い奴らなんだから、うん、俺のせいじゃねえって、当然思ってると思うしさ。うんうん、うん。だからまあ、だから辞めないのよ。うん、うん。あのー、新聞各紙が、 憲政の浄土であるって、ね、<laughs> 言ったってなんじゃほら,ほら知らん知るああなあ憲 <laughs> 政の浄土とか言われてもなってね、うんまあ、あと石破はさもうずーっと10年間ぐらいさ、うん、安倍派からずーっといじめられてきたわけじゃないうん、うんうん、でようやくそいつらがまあゼロにはなってないが、うん だいぶ減ったわけで、うん、で、今度参議院選挙やればもっと減るわけで、うん、ようやくくず友がいなくなって、さあ、これから俺、俺がやりたいことをやるんだと思ってるわけだからさ。うんうん、でね、その、まあもうこの10年間いじめられ続けてきた。うん、石破はしかも30年前の自社政権のごたごたも知っているわけでから、ら、うん だから別にダラマーキーみたいなやつ適当にちょろまかして騙してさ、うん。政権運営とか、彼はそんなに別に全と悲観してないと思うよ。と、俺は思う。なるほど。だから捨てない。捨てない。ああ、政権投げ出さない。何、うん、政権を投げ出さない。うん。じゃあ、ここから石破さんが、また、 厳しくいけるのか。そしたら人気は上がってくるでしょうね。そうそうそう,そう、うん。もうあの裏金に関して徹底調査すると。うん。で、ちゃんと納税もしろいや、言えんやろうな。いや、まあでも数の問題は数の力だからさ。うん、30人ぐらい減ったわけだからね。うん。で、もう、こうなると、 もう一度調査しますとか、うん、もう一度政倫心しますっ,ってもさ、うん、もうねちょっと抵抗できないと思うよただ政倫心とかもう一回やっちゃうとさら、うん、にイメージ悪くなるじゃん出てきた稲田智美とか教えるからそんなのって <laughs> 言っちゃったらさ <laughs> 稲田朋美はまだまともに回答しそうな気はしますけど <laughs> 参議院の政倫心もう一回開くとかね今のうちにそうねうん そういうのをちゃんとやってでもどうやってもどうせまともなこあああ言わんな、うん、言わんじゃないでそうするとなんかまたひる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 言わんとまた,また評価が悪くなるじゃない、うん、でも一応野党が言う通り開いてやったよっていう実績を作るのが大事なのか、うん、やっぱりなやるとまたさらにさらに,に雰囲気悪くなるしなと思って、うん。 ややめるののかってやってぱりその板挟みなんだよね結局はさ、まあ。とりあえず次の政治日程としては首相指名選挙が。だね11月来月の11日っていう、はいえー、今そういう観測だよ。これがあのすごく重要な日程なんですよね。でなんでかっていうと今まであの過半数取ってたら結局。 自民党の総裁が首相になる。これがあのもうそのまんまだったんですよ。なんですけど、えー、今回はそうじゃないので例えばどこかの人たちに石場に入れてくださいお願いしますよとかっていうふうに言う必要があるわけなんですよね。だからそれがもしですね、えー、例えば公明党が裏切って立憲民主党とか維新とかと組んで入れちゃうと。 もう石橋首相、なんだ、俺は辞めねえぞとかって言っても、強制的に辞めさせられるというんですね。<laughs> で、そんなこと昔あったのって思うかもしんないけど、あの村山富一さん、こと眉毛長い人 <laughs>、ね、あの人の時は、えー、自民党、社会党を、えー、先駆け、えー、で、えー、村山富一さんが首相になったじゃないですか。っていうのがあったんですよね。なので、はい、11月ので月日 一体どうなるのかっていうところがですね非常に気になるでそこで自民党が国民民主を抱き込むことができたらまあ大丈夫なんですけどでも玉木さんに「総理大臣になっていいよ村山富一の事例もあるからどうですか玉木さんうちと食いませんか」っていうふうに言って。 いきなり俺は総理大臣って揺れちゃうと国民民主は、えー、消滅の方向へ行きます <laughs> だって<う>社会党なんかも今もうもう崩壊っちゅうかもうないもん <laughs> ああもうねお一人様になっちゃった、はい、福島みずほさんだけになっちゃいましたからねでなのでやっぱね自民党と組むってやっぱ毒だからそこがどうなるかっていうのがその11月11日に向けて どうなるかここがすごく肝ポイントですねなので、うん、まあ今日はちょっとそのまあ自民党議員いろいろ落ちて萩生田落ちてムカつい落ちなくてムカついてる人もいるかもしれないけどまあむしろこれは残ってくれた方が毒まんじゅうになってるからまあ大きい毒まんじゅうじゃないですか萩生田さん大きいしねあのよかったんだよとで世耕とかも毒まんじゅう化してるんでよかったじゃないかということで。 まあそういう状況で11月の11日一体どうなるのかまた動きがあればね皆さんにちゃんと伝えていきたいなというふうに思っておりますということで、えー、本間さんどうもありがとうございました、えー、本日もね、えー、皆さん見ていただいてありがとうございますそんなわけで今日もダックりチャンネル登録といいねよろしくじゃあねー えー、今日も読書で終わりたいところなんですけど今ちょっと速報が入ってまいりまして「毒まんじゅう食います」っていう風に言ってますよおばさん <laughs> 世耕西村萩生田平沢のに自民党を入りを党を幹部が打診これはあの世耕や西村や萩生田が平沢裏金議員たちが「自民党戻りたいですよ」って言ってるんじゃなくって自民党が「 世コ萩生田西村平沢戻ってきてよ、お願いって言ってるよ、おい、もうこれダメだ、毒まん食って、4つぐらい、もう石間さん、毒ま中お腹いっぱい食うつもりだよ、これ。終わった、もう終わったよ、もう。これはもう内閣審査員にがるよ、世う。だって、お前、幹事長がさ、<laughs> 成功は戻れないってこれちょっとそこでえっ、ー、10月30日のお昼時点で入ってきましたでこれで一本取りましょうほということで今日も読書じゃあね <laughs> はい今日もありがとうございます電通と戦う本間隆さんはですねえー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。